おはようございます。もうこと思います。なんかね、僕の後輩が、後輩ってなんか、たまに一緒に動画撮ってる後輩ね、彼がなんかすっごいおすすめしてきたのがあって、この、主食はうどんとかいうやつ。これみんな知ってる人いるかな？うどんが主食？うどんが主食っていうなんか、カップのうどんなんですけど、まあね、普段まあカレーとかカレーじゃねえわ。出前とかカップ麺とか食って体に悪いよとよく言われる僕なんですけども、うどんは大丈夫でしょう。うどんだったらまあ大丈夫じゃない、なんじゃないかなと思いますんで、ちょっとこの主食はうどん食っていこうと思います。はい、中身こんな感じです。ちょっとお湯少なかったかもしんない。はい、お、なんかちょうどいい具合に炊けとるわ。うどん、もともと俺すごい好きなんですよ、実は言うと。花丸うどんとか、一時もう週5ぐらいで通ってた時期もあるぐらいで、丸亀製麺とかね。うどん系は僕好きなんで、まあ、まさにこの、うどんが主食、まあ、まさに自分のこと言ってるのかなと思うんですけれども、ちょっと早速、まあ、スープの方がいきます。あー、なんか味が濃いわ。なんか出汁がすごい滲んでる。うまい。あ、いいっすね。うまいっすね。じゃあちょっと次このうどんの方いきたいと思います。なんか結構ね、この味が染み込んでてうめえんじゃねえかなって思いますね。やっぱ結構カップ麺のうどん大体こういう細麺なんですよね。細長麺。あ、うまい。かなり味が、あっさりしてながらも味は濃ゆいって感じ。うまい。スルスルって喉越しが艶やかというか。うめえな。そういえばです、なんか僕がよく動画で上げてるシャドーバースというゲームがあるんですけども、なんかシャドーバが1周年迎えたみたいで、なんかその1周年記念大会とか、なんかあと JCG とかシャドーバスアカデミーとか、なんかそういうのにいろいろ出させてもらってて思うんですけど、なんだろう、やっぱ実況者とやっぱ実況解説者ってやっぱ違うなっていうね。実況者ってあくまで独り言のプロなんですよ。独り言のプロ。ちょい、なんか変な意味取られるかもしれないけど、やっぱ実況って本当の意味の実況じゃないんですよね。実況者がやってるのは。ゲームやってそれに対してリアクション取ってるだけ。まあまあそれが一つのまあなんかコンテンツになってるかもしれないですけど。あくまで実況者の実況は独り言。それに対してやっぱ本当にちゃんとプロとしてゲームの実況とか解説されてる方っていうのは、ちゃんとその第三者見てる人がいる、その誰でも分かるように伝わるような、そういうなんかゲームとそのゲームの今の状況をしっかり具体的に伝えられるような人たちやっぱ実況開発っていうか。なんか、で、僕その実況とか解説とかその挑戦させてもらうんですけど、難しいんですよね。実況者じゃないからね、別にね。実況者だけどな、その本当の意味の実況ができるわけじゃないから。なんかそれでも日々勉強してなんかできるようになっていきたいなっていう
ふうに思ってます。はい、大体うまいんだこれマジで。ニュートラルにうまい、シンプルにうまい。なんか特に変な部分もなくて、なんか減点法で言ったら100点ですよこれ。うん、こういうの大好きだな、うめえな。うどんは別に体に悪くないよね。別にカップ麺の時点で同じか。しかもなんかこれさ、量多いね意外と。うん、量がボリュームある。388カロリー、結構ヘルシーじゃないですか。なんか割とヘルシー。あー、うめえわ。切れたなんか細かいやつも全部食いたい。うまいっす。はい、ごちそうさまでした。うまかった。うん。